皆さんこんにちは、木下光弘です。今回は実際に、オーナーの車に乗って、僕がセッティングアドバイスと走らせ方をレクチャーしていきたいと思います。木下光弘セッティング&ドライビング指南、こうしたらもっと楽に速く走れるよ。ワンメイクもスーパー GT も道具で勝利をつかんできたと豪語する木下講師。類まれなるセッティングやパーツ開発能力で今回は参加者の愛車を診断。まあ、ミニサーキットだと一番走りやすいんですけど、まあ、基本となるドラテクというと、まずパイロンをきれいに、まあ、一筆書きのように走るにはどうすればいいか、まあ、僕が乗ったことによってこれはやりにくいよね、これでいくら練習してもうまくいかないよねっていうところも見つけ出しながら、車のセッティングをしながら同時に車の、扱い方、ドラテクを向上させていこうという企画です。舞台は富士スピードウェイジムカーナコース。パイロンで3つのコーナーを備えたコースを設営。完熟走行の後はフリー走行で各々反復練習。その合間に木下講師が同乗走行、助手席での逆同乗を行うという流れ。アームズの丸山純一代表も常連客と一緒に参加。そう、今のいいよね。あのいい感じで曲がれたと思います。うん。今のはもうリリースしたストロークを残してリリースしながら切ってるからグエーって曲がれるんだよね。はい、ああ、これ、これねっていうことが一個、はい、一つ分かると、はい、あ、その乗り方なんだってどっかのコーナーで分かれば次もそれを求めようとして全部そういうふうに使えればいいんですよね。はい、今のはブレーキが弱いんですよ。GDB WRX STI は平塚さん。今の2つパイロンあるじゃないですか、あそこはこの車って、あの基本的に FF ベースに近いそのまあバランスが一番速く走れるバランスなんですけど、あのどうしてもアクセル踏むとプッシュアンダーになりがちだと思うんですよね、なんで進入でハンドルを切り込んでいく手前のブレーキングをしっかり踏んで前に荷重をずーっと乗せて足ダンパーとかタイヤをぐーって潰した状態でブレーキをゆっくりリリースしながらハンドルを切っていくと車が回ってってくれるんですよね。しっかりブレーキングしてスーって抜きながらまだ踏んでます。ブレーキングしてまだ踏んでる、ブレーキ踏んでる、でこっからやっと踏む、ブレーキリリース、ゆっくりリリース、入ってくるまでリリース、でここはブレーキングしながらリリースする練習で ABS が最小限に効く、本当は効かないのが一番いいです。はい、効いてる間はアンダーになっちゃうんで、これでちょっとドライバー交代してみましょう。はい、
今のはどうしてもブレーキングしながらハンドル切るっていう癖があるみたいで、あ、そうですか。同時に両方はできないんですよ、車って、あのタイヤも。なんでその同時に使うにはどこかを緩めてあげないと使えないので、はい、直線でブレーキングして左速を落として、はい、直線で前荷重をしっかり作るっていう作業を1秒でもあればいいんですよ。直線的にブレーキングしてその時はまだ切ってないんですよ。で抜くタイミングになって初めて切るっていう、うん、今同時にやろうとしちゃってるんですよね。はい、はい、はい、もう一回言ってください。はい、そう。でも抜くのがもっとゆっくり抜くんですよ今はね。離すスピードが速いの。本当だ、はい、うん、もっと繊細にじわーってブレーキがなんとなく挟んでるなっていうところまで行くんですよ。そう、今ちょっと良かったよね。そうそうそう今のはねやっぱり前荷重になったんですよ。そうなったからリアが簡単に出るんですよね。うん、で直線のブレーキをもうちょっと強くしてスーッて抜きながら切ればもっと楽になると思います。あれ、なんで R 界の梅田講師が参加しているの？やっぱ聞き遅れるするからさ、フロントの荷重が乗らないでリアに効いてる感じするもんね。踏んだ瞬間にストロークしてるから余計リアに先に効いちゃってる。ちょうどロードスターとかだとちょうどいいところは広いですけど、そう、これちょうどいいところすっごい狭いなっていう。そう、狭いのを前荷重がないから。そうですよね、うん、その前荷重をブレーキで作る。かといって作りすぎるとリアが出やすいんで、そうそうそう、そのイーブンを作るのが難しいですよね。それはどうしたらいいのかなっつって、車的に結構僕そこの一回つくば2000で走ったんですけど、ちょうどいいところがすごい狭くて、これね、まあ、でもね、ブレーキも大きいよ。ブレーキのバランスがやっぱり後ろに踏み始め後ろに行っちゃってるんですよね。だから本当は踏んだ瞬間に前が効いてほしいのに、あれ前荷重にならないんだっていうので、よりブレーキングして前に荷重を残す操作が長くなっちゃうんですよ。長くなることによってどん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 リア荷重が抜けていきながらコーナー入っていくから最終的にオーバー出やすいんですよ。最初に前荷重でポンってフロントが効いてくれれば、ほんのちょっとの打角の領域でもう前荷重になってるからリリースも早めにできるはずなんですよ。でその時はまだ打角は深くないんで、リアも出てこないはずです、はいはいはい、アクセル踏んでも、すごい打角が多くなっちゃうこととリリースしてる時間が長いから、打角がどん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 増えていく時に、増えていって曲がったなって言った時にアクセル踏むから、うん、ダも大きい、リア荷重も抜け始めてる、前が入ろうとしてる、アクセル踏めばそれは出ますよ。今度は梅田講師がドライブ。なんだかんだ言いながらやっぱりお上手。大阪から BRZ でやってきたのは松本拓也さん。やっぱり直線でブレーキする時間をちょっと作るっていうのがポイントなんですよね、はいはい、ハンドルを切るタイミングでフルブレーキはあのアンダーにしかならないので。まだ踏んでます。ブレーキング、リリース、リリース、踏む。
クラッチとつながりが86の楽しみ方って FR なんで、はい、これ切ってもいいんで、はい、やり方としてはいいんですけど、はい、そのアクセルだけで向きを変えるんではなくて、はい、進入がちゃんとしてるからちょっとのアクセルワークでリアが出始める、はい、だから失敗しにくい、リカバリーもしやすいっていう、はい、うん、コーナー出口のでこのオーバーステイがちょっと出るのはもう全然 OK な感じ。OK ですね、はい、ただそれがいっぱい切ってる時に、あ、曲がらないからってハンドルだけでいっぱい切ってて踏むと一気に出ちゃうから修正できないじゃん、はいはいはい、今は出る、あ、このぐらいで踏めば出るなっていう感じで踏んでるから、ブーンって踏んでるわけじゃないです。ちょっと踏むと出るのこう進入ができてるからそれが効くんですよね。はい、これはどこの足がついてるんですか？これはあのフラットっていうショップさんで前のオーナーが全部やってたらしくて、オリジナルの足らしい。あ、そうなんですか。もうそういう意味ではあのまとまってますよね。あ、そうですか。フロントの沈みに対して後ろの伸びが強いんですよね、はい、だから時間が短いブレーキングすると、はい、リアが伸びてくれないんですよ。簡単にこうブレーキだけでリアがポンって抜けちゃう傾向にはある。縦のブレーキを強めの方がいいですよね、はい、やっぱ前荷重になりきってないんで、はい、あのやっぱ強く踏んでない分ペダルがストロークしてないから、はい、このリリースのストロークもないんですよ、はい、だから鼻リリースしてるんだけどもうゼロになっちゃったんですよね。うん、一回二足で行ってみて。もちろんいいですよ。もちろんです。ヒーローの通り入れると難しいよね、はい。さっきまで全くやってなかった。今滑ってすぐペダルが割れた。やっぱりブレーキが弱いんだね。弱いんですか？弱いんだね。初期が弱い。そう、初期っていうかハンドル切る前のブレーキがないんですよ、はい、あグッて車速を止めるブレーキがないんですよね。そうそう、それでリリースに持っていくんですよ、はい。今の最後は良かった。なんかこの強いブレーキするときもちょっと悩みがあって、ボーンって踏むのはいいんですけど今度落としすぎちゃうっていうのが、それはやっぱりリリースでこううまいことしていかない。そう、落としすぎるっていうふうに考えない方がいいと思います。あ、うん、あの急がない方がいいと。あのそこは弱いブレーキの方が確かに区間タイムで行くと早いんですよ、はいはいはい、そこまでは、はい。でも立ち上がって次のコーナーまでは立ち上がるための進入ができてれば次のコーナーまでの加速の方が早くなるんで、一周回れば絶対そっちの方が早いんです。 ND5RC ロードスターは三浦義和さん、木下講師が手掛けた R マジックのサスキットを備える。
すげえ穏やかだな。足はいじってないんで、街乗りと一緒で。いやもう全然いいと思います。ちょっと雨なんで硬くするのもあれかなと思って。ストローク感がすごいわかるね。すごいしなやかにストロークする。だからブレーキリリースが早すぎたのかゆっくりなのかが分かる。あ、はいはい、すげえ乗りやすいな。もうちょっと走りたくなっちゃうな。これがチューニングなんだよね。ブレーキはどうなんですか。ブレーキちょうどいいっすね。もうちょっと効いてもいいかな。やっぱりね、ブレーキを離していくスピードがちょっと速いんですね。はい、ブレーキを踏んだのはいいんだけど、ゆっくり戻しながら切っていくっていう。はい、もう一回そのまま行っちゃっていいです。もっとこうゆっくり。そう、ゆっくり抜きながら切っていく。あ、抜くのが速いってこと。そう、抜くスピードが速い。で、ゆっくり抜いてる間にハンドル切っていくの。はい。はい、そう、そうです。だからちっちゃく曲がるでしょ。今話すのが早かった。そう、早いから外行っちゃったの、車が。真ん中のコーナーだけブレーキをもっと長く踏んだ方がいいと思う。あの、優しいブレーキでね。はい、早めに離しちゃうから車が外行っちゃう。ポンって離すんじゃなくて、最後の最後まで曲がって曲がって曲がってっていうところまで抜いていって、アクセルをじわっと砂子塾で木下講師にもレクチャーを受けている長谷川健一さんは M2 で参加。サイドブレーキ効いてるような感じが、なんかこうスッキリしないですよね。全キャンセルした方がまだ面白いかも。やっぱこれ雑に扱うとアンダー出やすいですよね。そうですね、侵入で。なんかここで出ちゃうんだっていうところあるね。はいはいはい。でやっぱ今クラブスポーツの今レインセッティングの減衰力なんですよ。うん、でも緩めてもいいのかもしれない。うん、でもこのくらいでいいと思います。はい、これって完全にオフってできる？できます。さっきのはノーマルでオフってやつ。スポーツプラスだけです。あ、これは全キャンセル。すごい滑るかな。いや、もう楽しいです。ダンス状態。全部ドリフトしちゃうんじゃないか。
リップが上がったような気がするな。そうですね。なんだろう。こっちの方がいいかもしれない。何が変わるんですかね。ABS の制御とデフの制御が変わるんですよ。ああ、だから次元が高いんだよね。最後はね、ちょっと行く勇気がある。でもこれ全キャンセルでも進入をちゃんとブレーキをかけてフロントを入れてからじゃないと、そうですね、そうです、はいはい、うん、アクセルだけで行こうとするとアンダーになっちゃう、アンダーになるし、出た時は制御できない、はい、今のアンダーは最終コーナーの最後の最後のアンダーは、はい、ちょっと進入でブレーキをで車速を落としきれてないからアンダー、そうアンダーになっちゃった。スピードを上げすぎ、はい、はい、高いスピードで入っていきすぎた。もう手を落とさない、そう落としてから抜きながらハンドル切ればちっちゃく曲がれた、はい、このもうちょい外側からゆっくり行った方がいい、ブレーキって、うん、行った方がいい。FD3S RX7 で参加は伊藤さん。抜きながらほら、ブレーキ抜きながらハンドル。ブレーキ抜きながらハンドル。え、前？僕のポイントよりも全然前。あ、奥行ってます？あれでも相当余裕持ってる。相当余裕っていうか相当行ってない。なるほど。うん、行ってないけどあのぐらいで行かないと曲がりきれないんで。簡単に出ちゃう、出たでしょ。だから前荷重になってるから出るんですよ。だから前荷重になってるから出るから、あ、今までみたいな踏み方をしなければいいんですよ。じわーっとアクセル踏めば、あ、こっちです。じわーっと踏めばあの出方ももうちょっとゆっくりなんですよ。一気に踏んじゃったから一気に出ちゃったで、ブレーキももっと一定の力でずーっと抜いていくっていう。今はちょっと波があったんで。そう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 。今みたいな感じ。
RX8 の奈良岡さんは三重県から。グリップのないんですよね。ないね。ないですね。ショルダーがないんでもうびっくりしたよ。繊細だけど、はい、こういう車で練習すれば本当にさっき言ったその自分がどこでミスしてるかっていうのが分かりやすいから、そのまとめ方をこううまく考えた方がいいですよね。立ち上がりのコントロールも入れながら進入でアンダーが出ないブレーキング進入をするように集中して、立ち上がりは滑ってもそれをコントロールしていくっていう乗り方。直線的に強いブレーキが使えるはず。ちょっと ABS が働いちゃうかなっていうぐらいの。もう一回行きましょう。そう。で抜きながらハンドル。そう。そうそうそう。ドライビングでもう一回言ってくださいね。もう一回言ってください。今のドライビングで足りないのは進入は良くなりました、はい、ブレーキの離し方が早いんです。もっとこう踏んだらじゅわーって抜きながら切っていかない。今はポンと離したの。だいぶ良くなって、そのパイロンからあまり離れなくなった、はい、もう一回だけ行きましょう。もうちょっと直線的なブレーキをしっかり使った方がいいですね。ということはもうちょっと突っ込めるってことです。そうです、僕に行ける、はい、アルテッツァで参加は山口隆さんだ。この車足の動きがすごい
柔らかくセットできてるんで、直線のブレーキと曲がるためのブレーキをはっきり分けて運転してあげると言うことを聞いてくれるんで、直線で前荷重、曲がるときに緩めながらじわーっと、決して慌てることなくじわーっと切っていってアクセルを入れる。そうすると曲がってくれてるんで、アクセルをちょっと開けるとリアがスーッて出始める。だその感覚で走ってくれると、この車の一番いい、フロントが一番いい状態でターンインできてるっていう証拠なんで、そこをちょっとトライしてみましょう。そうしちゃうんですけど、そうだよ。で、進入が遅いから、進入がブレーキが速すぎる。あ、もっと奥まで、もっと奥まで行って強いブレーキでその分リリースできるストロークがあるから。ブレーキしちゃったやつ、はい、強いブレーキするときはハンドル切ってないが正しい。切ってもいるし、強いブレーキもするから外行っちゃう。強いブレーキのときは切らない、切らない。で、リリースするときに切っていく。1コーナーはできてるんですよ。進入がまっすぐだ。なるほど、はい。なるべくまっすぐなところを作らないといけない。まっすぐのところを作ってリリースしてハンドル切らなきゃいけない。そう、それからなのよ、ライン。それからラインを作ってくるんですよ。まずそれが最初から。ストレートをまず作って、加速状態でフルブレーキに近いところの直線的なブレーキングからブレーキをリリースしてターンする。基本的な、まあドライビングスタイルがチェックできるのと、うまくいってるかいってないかっていうのは1コーナーで試せる。で、そこにはヒール&トーっていうのもあるので、加速感は短いんですけど、回転を引っ張らないで3速まで入れて、で3から2に落として、で正しいヒール&トーができてるかどうかチェックと思ったんですね。で、そこのコーナーを、一番きついヘアピンを、1コーナーのきついヘアピンを曲がりながら、今度逆に S 字に行くと。で、S 字に行く時もただアクセルオフをするだけではアンダーが出てしまうので、ブレーキをしっかり使って曲がるためのブレーキも使いつつターンインしていって、より奥に行くとちょっときつくなるところをどう、どこまでブレーキを残すとちゃんとフロントが入ってくれるかっていう、2コーナーをちょっと複合的なコーナーにしたんですね。で、最終コーナーはブレーキングしてタイトな、すごいタイトなコーナーにして、瞬間的に強いブレーキングをして、 ABS が効くか効かないかのブレーキングをして、しっかり車速を落として小さく曲がってターンすると。
そういう一連の動作をして、最後に2本のパイロンがあるところは、その一番大事な今回やりたかった曲がるためのブレーキを、最終的な確認の上で、コーナーはないんですけど、ブレーキングしてブレーキを抜くタイミングのパイロンを1つ目で、2つ目で完全にリリースしてしまう、そういうその最終的な応用を、ブレーキのリリースの応用を最後の2つのパイロンで置いたっていう感じですね。そこが限られた中の、スペースの中でできること。で今回すごく良かったのが、路面が濡れたってことなんですよね。雨による、路面が濡れてる状態で滑りやすい状況だったので、これが味方をしてくれて、逆に言うと味方をしてくれて、低い速度でそれが試せたっていうことが非常に良かったなと思います。それはなぜかというと、行き過ぎれば ABS が効いて、ハンドルを速いスピードで切ってしまったらアンダーが出てしまう。それがすごく分かりやすい状況になったってことで、皆さんのドライビングもチェックできたし、足の良さ、ブレーキの使いやすさ、使いにくさっていうところが、見えてきたのかなと思います、はい。まあ、実際に僕が見せてあげて、あんまり引っ張らないで3に入れてブレーキングして減速して行って、ドライバー交代してオーナードライバーに変わってやるんですけど、最初は1周目は3に入れてやってくれるんですけど、実際にはちょっとヒールアンドトーがうまくいかないので2速でいいですかって感じで、ほとんどの方がそこで1トライで2速ホールドになっちゃったんですよね。まあ、一番大事な減速が意外に自信がなかったりとか、ちょっとできてないのかなと思ったのが一つありました。ヒールアンドトーが中心になってしまって、操作が中心になってしまって、ブレーキがおろそかになったりとか、止まるブレーキと曲がるためのブレーキが全くリズムが合わなくなってきてしまうとかっていうところがあって、うまくやろうとする意識がやっぱ強くて、本来だとここはトレーニングなので失敗していいんですけど、どうこのコーナーを攻略するかっていうところを想像を膨らませて、そこをトライしていく必要があって、やみくもにそこに行って行き当たりばったりでやるんではなくて、僕はヒールアンドトーがそこに入るっていうことは、ちょっと手前でブレーキを開始しなきゃいけないっていうのと、ハンドルもある程度も切るタイミングまでヒールアンドトー操作が重なってしまうなっていう想像をしながらトライするんですよね。だからそういうこうないう状況だからこうなるねっていう想像をしながらトライしていくことがまず一つのポイントと、それからもう一つは回転が低いことによって、ヒールアンドトーの空ぶかし、クラッチを踏んで空ぶかしした時の回転もちゃんと低い回転でつなげてあげないと、減速が減速にならなくなってしまうんですね。空ぶかしして回転が高い状態でクラッチをつないでしまうと、本来ある減速が加速になっちゃうんですよね。だそうなると失敗で、せっかくの前荷重がブレーキングして前荷重になっているのが、回転を煽ることの回転が高すぎてクラッチつないだ時にブレーキは踏んでんだけど加速状態になって前荷重が抜けてしまうと。だけどここで意味するのは、小さいところでヒールアンドトーができて、回転数も自分で選択ができて、空ぶかしする回転数も、ちょうどいい回転数を探し出せるトレーニングができれば、大きいサーキットに行ったらもっと簡単なんですね。それはなぜかというと、大きいサーキットはブレーキングする時間がとても長いんです。長いから操作する時間が長く取れるので、ちょっと一世代の車高調とか足回りですよねの味付けとは違って、結構レベルが上がってるのは確かかなと。そこは何でかっていうと、
とんがった味付けの足回りになってないってことですね。そういうユーザーが非常にいなかった、今回いなかったので、そういう意味では非常にまとまった車の方が多かった。あと、まあ、紙面でこれだけ伝えてきたっていうのもあって、ブレーキのコントロール性っていう意味ではものすごく進化してるなっていうのは驚くほどでしたね。効きすぎてしまうブレーキを使ってる人はいなかったです。誰もいなかったですね。逆にもうちょっと効いてもいいんじゃないのっていう人はいても、効きすぎる人はいなくなりましたね。よくやりがちな進入の強いブレーキは ABS が効いてしまうブレーキは割とできる。で、ABS が効いてしまった、あ、これは効かせすぎたんだっていうブレーキができるんですよ。そこからハンドルを切っていく過程の中で、本来そこで強いブレーキをせっかくしたのであれば、ブレーキを強いブレーキをした分抜くストロークがたくさんあるわけですよね。抜くストロークがたくさんあるのに、その抜くストロークをピンって離してしまうんですよね。曲がるためのブレーキ時間を本当にちょっとしか使わなくなってしまって、ハンドルだけで曲げようとしてしまう。そこが、皆さんそういう傾向だったので、僕が助手席運転をして、あ、ブレーキってそこまで残していいんだっていうのを理解してもらった上で、ずっと自主トレをしていただいて、最後に僕全員の助手席に乗った時に、あ、意識してそこを使うようになったことによって、パイロンから離れないでインを少しキープしながら行けるドライビングにつながったっていうところが、大きな、レベルアップしたポイントだったんじゃないかなと思いますね。